イケメン大家の面白日記。思い込みの激しい入居者さん。ワンルームの入居者さんに思い込みの激しい A さんがいました。 A さんは60歳の男性ですが、スーパーのレジでアルバイトしていた女子高生を好きになったそうです。その女子高生はレジでお客さんに笑顔で接待していました。仕事上笑顔でお客さん全員に接していたのですから、アルバイトの鏡ですね。それを自分だけに笑顔で接していると A さんは思い込んだようです。アルバイトの女子高生は A さんの視線に気づき、 A さんが気持ち悪い人だと店長に相談しました。後で聞きましたが、 A さんはラブレターを送ったそうです。店長さんは警察に通報しました。 A さんは女子高生の半径〇〇メートル以内には入れないことになりました。A さんは大家に相談に来ましたが、話の意味がわからなかったので、相思相愛ならそのうち周りも認めてくれるよと慰めました。その時は女子高生ということも知らなかったです。しばらくして大家のところに刑事さんが二人訪ねてきました。刑事さんに事情を聞き、やっと理解できました。 A さんはストーカーと呼ばれる行為をしていたそうです。 A さんに刑事さんから聞いたことを話し、女子高生に近寄らないように注意しました。でも思い込みの激しい A さんは女子高生が恥ずかしがっているのだというのです。しばらくして A さんは警察署に連行され指導されたそうです。その後 A さんは諦めたようで、刑事さんも来ませんでした。 A さん、どうか周りの意見も冷静に聞いてください。真面目ないい人なので、失恋の痛手から早く立ち直れますように。大家をやっているといろんなことに遭遇します。こんな話に興味がある人はチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。さようなら。